稲見杏樹です今回は、記念すべき173回目放送おっ <laughs> きい声出しました <laughs> <laughs> ああ、下げられただろうな、ボリューム。 そうですね。記念企画がご用意されているということですので、皆さん楽しみに待っていてください。ということで、うわ173回もう、約3年という形になるそうで、ちょっと信じられない <laughs> !15 分3年、レギュラー持たせてもらってます。ありがてー25歳、頑張ります。<laughs> なんか自分へのご褒美買ってもいいなーって。 思えないんですけど、普段ね、誕生日とかでも。この記念日があることが私にとってのなんか、こう、プレゼントのような、ちょっと気がしますね。ありがたいことですよ。まあ、稲見ということでございますね。173回目。3年かーずっと適当なこと喋ってるだけなのにね。<laughs> 最近こんな、本当に思ってた。やだもーと思ってたね。 はい。じゃ、続いて。ラジオネームひらがなでさやびさんですね。ありがとうございます。あんちゃんが今使っているコスメでおすすめは何ですかはい。女子みたいなの来ました。ありがとうございます。みんなこういうの私に聞かないだろう。<laughs> 知ってんだろな、聞かないの。いや、私あれですよ。舞台でやってるメイクほとんど自分ですから。だからキャラメイクとかは自分で結構研究したりするんだけど。えっとね。エレガンスっていうところのメーカーさんの、ブランドさんの レヨン、ジ,ェジュレ、アイズ。ジュレアイズ、N っていうのがあって、これの3番使ってます。03番使ってます、私。03番と01番持ってるんですけど、基本03番ばっか使ってるかも。これめっちゃコスパ良くて、ね、何がいいって、私とかってやっぱ照明を浴びる仕事をしてることが多いじゃないですか。なんで、あの、例えば、あ、普段使うよ、使ってみたいなって思う人におすすめするとすれば、自然光 とかを浴びたりする人にもめっちゃいいんだと思うんだけど、ラメの粒子がめちゃくちゃ細かい上にジェルなんで、とにかくコスパがいい。本当に小指にちょんって触れて、それをさーっと、こう、上まぶたとかにファって乗せるだけで、めっちゃ綺麗で可愛いんすよ。これはもうね、金、あ、この間も言われた。だからクララの現場の、 ヘアメイク入ってくれって言った人に、え、めっちゃ綺麗ですね、それって言って。そうなんですって言って。<laughs> 自分が作ったみたいなぐらいの気持ちで。すごいんです、これとか言って。これめちゃくちゃいいですよ。だから、03番は何色のアイシャドウの上から塗っても可愛いので、絶対アイシャドウカラー入れてから、これを上からふわって塗るだけで超可愛い。やってみてください。01番はちょっとまだ使いどころが馴染めてなくて、なんか舞台とかであればいいなと思ってるんですけど、今見てたら08番まであるんです。 やだもうええやだちょっと何しようかなえー、じゃあっとラジオね